岡田です。先日こんなメールをいただいたので回答をシェアしたい。参加者からのメール。岡田さんは女性と体だけの関係ばかりで虚しくならないですか？僕は体だけでなく精神的な結びつきも持ちたいと思います。むしろ心がつながれば満足です。体だけを求め合う関係なんて虚しいだけだと思います。岡田の答え。精神的にも肉体的にも満たされるばかりで虚しく感じたことは一度もない。なぜなら体だけの関係イコール肉体だけの関係ではないからだ。ないからだ。一口に体だけの関係と言ってもただ会ってホテルに行って寝てそのまま解散するわけではない。そこには様々な会話がなされいろいろな思いが交錯する。仮に女性自身が今のままの関係体だけの関係でいいから会いたいと言ってきたとしても実際そんなことはない。女性がこちらへの気持ちを抑えているだけで本音は体だけの関係からの発展を狙っていたりする。寝て初めて本音本性を出す女性もたくさんいる。男性もそうだ。体を求めてキープしている関係だと自覚していても行為が終わった後会話の中で精神的なつながりを求めたりする。逆に言えばここを求めたくない女性とは長く会い続けても人生にプラスにはならない。相手と寝て初めてなんかこいつしっくりくるなという感覚になることもあるだろう。体だけの関係イコール無機質な関係と決めつけるのは実に短絡的なのだ。そこには言葉以上にいろいろな出来事がある。思いがある。どれも人生勉強になることばかりだ。人間はそこまで単純じゃない。相手の女性はもちろん、自分自身ですら、感情のコントロールは簡単ではない。だから、大切なのは、あなたが好きなように決定できる関係を作ることだ。その女性を落とした後に、どう付き合っていくのか。ちょっと印象と違った。体の相性もいまいち。この場限りにしよう。ちょっとアホっぽいけど、なんだこの体は。これはハマった。しばらく抱こう。ルックス、性格、環境など、ほぼ完璧。彼女にする前提で、しばらく関係を続けてみよう。あなたが、その女性を抱いた後に、どう感じたにせよ。今後どうするのかは、相手ではなく、あなたが決める。会い続けるのか、この場限りにするのか、本気になるのか。相手が、どんなに魅力的な女性だろうが、あなたが、確実に優位に立ち、未来を選ぶ。その能力を身につけることが、何よりも大切だ。人生、本当に虚しいのは、思い通りにならないこと。思い通りにできる人間が虚しいわけがない。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。